県内の書家や書道愛好家の作品350点余りを集めた展示会が佐賀市の県立美術館で開かれています。一見記号のように見える古文や淡い墨汁のにじみが美しい一字書、佐賀市で開かれている書作家協会展の作品です。展示会は県内の書家や書道愛好家の技術を高めようと毎年この時期に開かれていて、今年は漢字や仮名など6部門354点が並んでいます。こちらは佐賀市の故山口隆法さんの作品です。線の太さやかすれを通じて行書ならではの流れるようなリズム感を表現しています。書歴が長い方もいらっしゃいますし、この中には高校生の若い作品もあります。でそれぞれの時の作品といいますか、その時期にしか書けない魅力的な線が出ているかと思います。そういうところを味わってほしいなと思っています。書作家協会展は来月2日まで佐賀市の県立美術館で開かれています。